がすか。うわあ、逃がすか。うわあ、見させねえ。いただきに、もらったわ。ありがとう。大丈夫、絶対勝てる。このメンバーなら負ける気はしない。僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブル。おお、強いですね。いや、そうなんですよね。みんなやられちゃいました。やられちゃいました。でも浅田さんの少しで起きてる。終わってねー。ありがたい。これは今どうなったんですか。今あのダウンしても一定時間こう立つことで自分で起き上がることができるようにはなっているんですよね。すいません、あの僕はやられちゃいました。逃げ回る。ビットレディでかくなって的がでかくなってに見えるんですけど、はい、圧倒的に、うわ強いですねこれも。いや、そうなんですよね。あの体力確かに当てやすくはなってるんですけど、その分攻撃範囲もすごいことになっているので、まだまだ、なるべく距離を取りたいんですけど、今もう戦闘可能なエリアが狭まっているので、なかなかマウントレディから距離を有利ない。ああ、また背負ってくれた、ありがとうございます。うわ狭い。あ、エリアが狭い。もうエリアがもう狭いですね。あと9人ですね。なるほど。僕たち以外で言うと7人なんですけど、やばい。マウントレディがパワフルすぎて、これはもうできないから。あ、この紫色のダメージエリアもだんだんと威力が上がっていってしまうので。ああ、そうなんですね。うわ激しすぎる。なんとか外に追い出したいな。あ、そうですね。ちょっともうマウントレディから逃げられないですね。これは独壇場ですよね。はい。あ、痛い。で、さっき一瞬マウントレディがすごいあの素早い動きをしていたと思うんですけど、あれもアビリティの効果で青色のカードを消費することで素早一定時間素早くなるっていう効果が得られます。やられてしまった。はい、ちょっと初戦は勝てなかったのですが、今たくさん説明したことを踏まえてもう一戦できるんですけど、あのボイスチャットなしでもこのマーカーで、あ、でかい。うわ、そうか、マウントレディでかくなれるのか。でもでかい分当てやすいので早めにダメージを与えたいですね。あ、でも逃げてます、逃げてます。あ、じゃあちょっと上に行きます。待っております。今回はありがとうございました。